こんにちは投資家でで医科学修士のタクです今日はね、ヤフー知恵袋でちょっとね、面白い質問を見かけたので、それに答えたいと思います。えー、まあね、これね、まあ、2019年11月14日に質問されてて、えー、もう回答がね、いっぱい来てるんですけど、僕なりの回答をします。で、まあ今ね、 えまあ進学とかで、ね、悩んでいる方とか多分いると思うので、ぜひ、ねえー、参考になればと思います。えー、質問内容は、えー、看護師か、歯科、衛生士かど、どちらかで迷っています。収入面、働き方など、それぞれの良さやその逆を教えていただきたいです。それと、どちらも専門学校でなれますが、 大卒と専門卒でお給料など差がありますか私は現在高2の女子です。親の意見は夜勤がない方がいいのじゃないかとだけです。回答よろしくお願いします。えー、まあよくあるね、質問ですよね。うん、まあおそらくね、まあみんなね、悩むと思います。えー、女性だったらね、あのー、歯科衛生士とかさ、 えー、歯科助手とか、あと医療事務とか看護師とか、えーまあ、いろんな、ねまあ、資格がいっぱい、女性にが強い資格がいっぱいあるんですけど、えーまあ、その中で今回は、まあかえー、看護師と歯科衛生士ということで、まあ、答えたいと思います。まあ、まずね、ここに書いてる収入面ね、えー、収入面、はっきり言うと、看護師の方が高いです。 えー、明らかに高い。歯科衛生士が看護師より高いことはなくて、看護師の方が絶対高い。で、あの看護師がね、収入高いんですよ、本当。あの地方に行けば、もうあの地方のサラリーマンより給料高いです。もうこれ、ぶっちゃけあの言いますけど、地方に行けば行くほど、あの田舎の、ね、サラリーマンより看護師の方が給料が高いです。えー、30代、40代、えー、このあたりでもう、 ダントツ高い。サラリーマン以上の給料を高卒でもらえると。だから結局はね、看護師が一番ね、地方で、まあ、お,お金持ちというかさ、あのもちろん地方でもあの上場してるような企業とかもあるけど、基本的に地方でやっぱりお金持ちなのは、まあ、看護師ですね。まあ、しかもその数が多いと。もちろんあの医者とかね、医師とか除いてね、 医師とか獣医師とか歯科医師とかそういうの除いて、えーまあ、地方でお金持ちなのは意外と看護師ですね。うん、それは間違いない。で、まあ、働き方なんですけど、まあ、看護師は、ね、あのいろんな働き方できるので、えー、正直言って楽です。歯科衛生士の場合はもう、ね、その歯科医院とか、まあ、そのクリニックとか。 あと、まあ、でかい病院というのはまあ珍しいんですけど歯科衛生士募集しているのがまず珍しいけど、まあ、その歯科クリニックの,その勤務体系に依存するのであの決めれないですよね、自分が好きな勤務体系って。でも看護師の場合、ある程度その柔軟に対応してくれるので、まあ、もちろんそこの職場の、ねえー、上司とかにもよると思うんですけど基本的に看護師の方が働き方がいろんな働き方できるのでそういう意味では楽ですね。 うん、あの楽っていうのはその,あのその時その時にあったその働き方をできる例えばまあ入ったばっかりはフルタイムで働いてるけど例えば子供できて子育てしたいからまあ時間を短い時間の勤務とかあとは当直なしとか、えー、まあ夜勤ですね夜勤なしとかにすることも場合によっては可能なので全然そのあたりはね 難しくないであのー、まあ看護師厳しい厳しいみんな言うけどあのね結構多いんですよ看護師は厳しいからって言ってよくねネット上にいっぱいあるんだけど実際ねあの楽ですよ楽だし給料高いし、あのー、働き方がね、えー、多種多様だから、あのー、夜勤ない働き方もできるし逆にね、あのー、や夜勤専従のね 看護師もいるしあの、その働き方によってね、家が例えばさあの、昼間は子供育ったりとか、あと家事とかしないといけないからさ、昼間どうしても家にいないといけないっていう人もいるわけで、まあ、いろんな理由があってね、そういう人はなんか夜勤専従の看護師とかもねやってたりするわけです。なんで、まあ、夜,夜勤専従っていうのもあるよね。 とかあと中途半端に夕方ぐらいから出て朝までっていうのとか夜だけとかってさいろんな働き方があるので別にね働き方に関しては看護師の方がね余裕でいいですねまあ収入面もどっちもいいですねで、えー、次あ,、えっと、あれですね、えー、どっちも専門学校でなれますがうんなれる逆に歯科衛生士の大学とかないと思うよ聞いたことがない 短大とかではあると思うけど、4年生大学で歯科衛生士って聞いたことないね。だいたい専門じゃない。で、看護師は専門学校も大学もある。で、もしくはあの高校でね、えー、高校であと何年高校3年だけど、プラス2年とかで、なんかね、高専みたいな感じで看護師になれるとこもある。中にはね、あのどい田舎とかに結構あるんですよ。高校プラス2年みたいな、なんかね、なんか変なのがあるって聞きます。 ただ僕みたいに大学院出てる人からするとね、なんか高校プラス2年とかね、の看護師って、あの教養ないし、何も知らないし、僕はね、おすすめではないですね。本当に高卒と同じぐらいのレベル、もしくは中卒ぐらいの教養なんで、僕はね、好きではないですけど、あの最低やっぱりね、大学が出た方が僕はいいとは思います。 まあどっちでもね、慣れるんですけど、やっぱり大学出てる人の方が教養あるし、やっぱり人としてね、あのー、やっぱりそんだけ教育受けてるから、まあ、人としてまあちゃんとしてる人は多いですね。で、まあ、不良とかね、あの勉強できない人は専門学校とか出て、看護師になってる人も結構いますけど、うーんまあ、大学に出てる僕としては大卒の方がまあいがい,いいとは思います。 で、えー、と次、お給料ね、えー。給料、これね、その働く職場によります。あのこれね、難しいんですよ。あのぶっちゃけ言うとあの、大卒と専門卒で給料で違いがあるとこもあれば違いがないとこもあります。違いがないっていうのはその働き始めてなくなるんですよ。最初はさ、大卒と専門卒ってさ、まあ、1, 万1万ちょっとぐらい、2万円ぐらい違うのかな。 え違うんだけど1万円ぐらい違うんだけど、途中でね、あの逆転することがあるんですよ。逆転して、専門の方が高いとかさ、それはね、その働いてる場所によって違うので、まあ、給料がどっちがいいとか、そういうのは、これは難しいです。看護師に限ってはね。うん、で、歯科衛生士はあんまり大卒が、大卒いないんじゃないだから、歯科衛生士は専門だと思うんで、まあ、給料は低めですね。 で、看護師の場合、逆転する可能性は非常にあります。で、結局さ、あの、働たぶんね、らくね、その看護師として働き始めて、最初っていうのは、あの、やっぱり、そのル、ルーティーンを学んで、その後、当直をするわけです。で、当直、まあ、 まあ日当直、当直夜勤ですね、夜勤をするわけだから、その夜勤がどんだけ入ってるかによっても、給料が変わってくるので、ここでね、例えば若い新人で3年目ぐらいで夜勤いっぱい入ってたら、もちろんあのサラリーマンより給料高いわけなんですよ。これは必然的にね、夜勤がいっぱい入ってたら、必然的に給料が高くなるわけで、全然サラリーマンより高いですね。もう、なんていうの、新卒3年目ぐらい。 の給料でもう全然ね、高い人はいっぱいいます。まあ、それがでも本当に現状なんですよね。うん。あの、なんで、それほどね、高いんですよね。なんで、僕の結論から、結論を言うと、まあ、どっちがいいかというと、看護師の方が絶,絶対いいです。あの、給料がいいし、働き方もいろいろあるし、あと、まあ、嫌になったら違うとこで働けばいいし、 結構ね、あの柔軟ですね。うん、看護師の方がね。ただ、その、歯科衛生士と看護師だったら、どっちの方がなるの,なるの難しいかというと、おそらく看護師の方が難しいんじゃないかなというふうに思います。まあ、難しいって言っても高、高校で、あの取れ、高校でも取れる資格なんで、あの高卒で取ってる人もいるんで、別にね、そこまで超難しいわけではないんですけど、ただ、歯科衛生士と比べると難しいかなと。 いうふうにはまあ感じております。ということで、えーとね、ぜひ、ね、参考にしていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろ